裏山の北側の切り開いた竹林に来て作業をしています。これはムサドワーフオリノコですね。これはミャンマーバナナ、これはマイソールとウツセミです。まあ竹林というのは切り開いた後は多少日当たりも良くなるせいもあって、とにかくいろんな植物が出てきますね。ここから先は全てタイベジタブルバナナで、しばらく前に植えたものですね。結構大きくなってきましたね。今日はその手前にタイベジタブルじゃないんですが、一本陽光園さんの宮崎モンキーバナナを日当たりの悪い方から持ってきて移植しました。陽光園さんの宮崎モンキーは3株持ってるんですが、今年はそのうちの1株は水芽をたくさん出しそうなので、たくさん増えると思うんですが、まあ、食味的にはさほど興味のあるバナナではないんですが、どれぐらいの耐寒性があるものかと思って無保護であまり条件の良くないところに植えておいたんですが、今度はもうちょっとだけ日照の面で恵まれているところに持ってきました。それから上の方にですね、前に島バナナを植えたんですが、これですね、今2本立ちになっています。今日はその向こうに1メートル半ほど離れたところにバナナマッサンの苗を持ってきました。バナナマッサンの小さな株がデグレードしたものとか、そこから出てきた水芽とかあれこれ増えてきたので、そろそろ定植しなきゃと思って、この切り開いた竹林の一番高い方ですね、そちらは放置されている他の方の竹林で、この斜面から下がうちの竹林なんですが、下の方からはタイベジタブルを植えてきていますが、タイベジタブルほど耐寒性がないものについてはですね、この木々の覆いがあるところの方が冬は無難だろうと思いまして、島バナナとバナナマッサンのように耐寒性が非常に強いものからしたらランクが落ちるものを、ここまでですね、
と竹切ったりなんだりしなきゃないところがあるんですが、順に植えていこうかと思っています。その間のところは、まあ、また今生えてきている細い竹とか笹とかですね、そういうのをある程度伐採してからなんか植えていくつもりなんですがね、いずれは、まあ、ここはさほど広くない竹林ですので、目いっぱいバナナ苗を植えようと思ってるんですよね。腐植物が堆積して今日植えたバナナマスさんのところみたいに比較的ふかふかしている土のところもあれば、最初に植えた宮崎モンキーバナナみたいに竹の根茎がかなり強烈に張っているところなんかは、だいたい30分ぐらいはまず竹の根茎を根切りでほっくり返して植えるまでに、まあ、30分とかそれ以上かかりますね。バナナマスさんみたいに植えるのが5分ぐらいで済むところもありますしね、まあ、竹林ですから時間がかかってもしょうがないことなんですが、